顔の美顔器します。めっちゃブルブルする、これ。もう顔がブスすぎてちょっとこれやってる時見せられないんですけど、やばいよこれ本当に。もう本当にうんってなる。ブルブルすると、これするとね、結構顔がすっきりする。
めちゃめちゃ気持ちいい。こめかみのとこ。同じのあるの？え？なんで？すごくね。逆もやろう。すごい、みんなギフトとかいっぱい投げてくれてありがとう。めちゃめちゃ顔がね、疲れてるから美顔器をしてる、久しぶりに。
気がしました。こめかみをマッサージするといいんだって。この後バタバタしてやらなきゃいけないこととか予定あるので、5時までにするね。なんか1時間になっちゃうけど、やらないよりはいいと思うので5時までにします。さっきより具合はだいぶいい。薬飲んだんだけど、
あ、ずっと無音にしてた。ずっと無音にしてたんだけど、ある時から。さっきめっちゃ救急車が鳴ってうるさかったから無音にしたら、ずっと無音になってた。三週完了、昨日休んだ分忙しいから戻るね。あー、ありがとう、仕事頑張ってね。みんなお仕事中なのにこんな時間にありがとう。無音になってるとき無音ってわかるの？あ、音がしないから分かるんだ。
眉毛まで描いたら顔は見せれる。昨日の配信で前髪を切ったんだけど、なんか結構切りすぎちゃったかも。今となって。
番ね、眉毛描くのが一番嫌い。メイクの中で一番眉毛描く工程が嫌い。もうちょっとで見せれる状況になりますからね。全然すっぴんでも配信してるんだけど、ある程度の顔を作るまでの工程を見られるのが嫌で。めっちゃ時間がある時だったらいいけど、めっちゃ急いでるからさ。星一周と50カウント終わったので、またね。あ、ありがとう。
腹すいた。まだ今日何も食べてないな。みんなはなんかもう食べた？なんて読むの？そが？木が？木がって何？ちょっとうるさくなるから切ります。切れてない。
アイロンをしますか。昨日前髪を結構切っちゃったからなんか慣れない。今めちゃくちゃラグが欲しい。今座ってるカーペットっていうかラグが、ラグ白なんだけど、なんかね白だとね、こうやってここで髪の毛とかやってるとめっちゃ髪の毛が落ちて目立つの。新しいの買おうかなって。後ろの方がいいんだけどね。新しいのもったいない。
もったいないからね、ちょっとまだいいやって。そう、ラグね、結構前からね、欲しいんだよね。でもラグ買うんだったら服買おうかなって思っちゃうの。私なかなか、ラグってさ、結構長いからさ、使うの。これって思ったのがないと買おうとは思わない。え、ラグってプレゼントいいの？みんな劇場に送ってくれそう。ラグのプレゼントってあるのかな？でもすごい、ラグが送ってきたらすごいびっくりしちゃう。嬉しい。どうやって持って帰ればいいかわかんないけど。
小さいラグ何枚か。私1枚を引いてんだよね。とりあえず読みます。1位ナンハンさん、2位ネオンガイさん、3位シラスさん、4位カモちゃん、5位清木流れくん、6位ピアノマンさん、7位アキラさん、8位刀剣太郎くん、9位ピータさん、10位ハーマンさん、11位セイタクくん、12位キャプテンアクアさん、13位もう少しねさんです。ありがとうございます。また配信します。ありがとう。なんかランキング見たことない人がいっぱいいて、なんか応援してくれてるんだなって思いました。頑張ります。なんか9位との差もだんだん縮まってきたので、まずは9位になれるように頑張ります。じゃあまたね。多分20時以降になっちゃうかもしれないです。またねー。ありがとう。